私はパニコ、33歳の兼業主婦です。2歳年上のタイガと結婚して5年、3歳になる娘パニミにも恵まれて、そこそこ幸せな生活をしている方だと思います。タイガはおっとりしていて優しい性格、一緒にいても疲れないタイプではあるんですが、ただ一つだけどうしても私が寛容になれないところがあるの。それは親に対するタイガの普通じゃない愛情ってところ。一人っ子だから仕方がないといえば仕方がないのかもしれないけど、とにかく何でも親が優先なのよね。例えば、結婚式は母さんがいいっていう式場から選ぼう。とか、ここより実家に近い場所にアパートを借りようよ。とか、誕生日プレゼントはパニコの好みの色じゃなくて、母さんがおすすめの水色のネクタイがいいな。とかね、とにかく何でも親が優先なの。そりゃかなりモヤモヤもんだけど、絶対に同居しないって約束だけは守ってくれてたから、まだ我慢ができてたのよね。ところがパニミが生まれてからも親優先のスタイルはずっと続いていたの。だから私のモヤモヤは少しずつ蓄積されていたんです。そしてそのモヤモヤがついに爆発することが起きました。それはタイガの本性を知った瞬間でもあったわ。引き金は義父が突然他界したこと。葬儀が終わった後、義母が、ああ、私はこれから一人になっちゃうのね。この家で一人で暮らすなんて寂しくてどうにかなっちゃいそうだわ。なんて寂しそうな声を出しました。お母さん、今は寂しいかもしれないけど、きっと時間とともに一人暮らしにも慣れていくと思いますよ。と、私は義母を励まし、その場はそれで終わったんです。ところがそれからというもの、義母の鬼伝が始まりました。それも全て緊急性はなく、牛乳がなくなったとか、今日の夕飯は何にしようかとか、暇で仕方ないからお話ししましょうとか、正直仕事と子育てをしている私にとっては迷惑極まりない行為。最初はイライラしていたけど、タイガは別に気にしていないらしくて、いつ何時でも義母の相手をしていたんです。そしてある日、帰宅したタイガがこんなことを言い出しました。ただいま。おかえり、今日もお疲れ様。パニコ、ちょっと話があるからそこに座って。え、どうしたの？真面目な顔をしたタイガに、なんかちょっと嫌な予感。母さんのことなんだけど。何？母さん寂しいんだろうなって。だから俺考えたんだ。もうこれ以上母さん一人にしておけない。え、ちょ、実家で母さんと同居する。はあ？もちろんパニコも一緒に住んでくれるだろう。はあ？突然の同居宣言に私の口はあんぐりしちゃいましたよ。ちょっと待ってよ、同居はしない約束でしょ。父さんが亡くなったことで状況は変わったんだよ。パニコだってそれくらいわかるだろう。それはわかるわ。お母さんが寂しいのも理解できる。でもさ、実家に引っ越したって私もタイガーも会社からかなり離れることになるのよ。ここからお互い会社まで電車で30分程度、義実家から会社に通うとなるとプラス1時間は確実です。ああ、だから転勤希望を出してきたんだ。え？母さんも喜んでくれてるんだよ。はあ？何それ、私に相談もなしに決めてきたの？それで先にお母さんに報告済みって何よそれ。母さんが寂しがってるんだ。相談してる暇なんかないだろう。それにパニコが同居しないって言うなら、俺だけでも母さんと一緒に住む。何それ、家族と離れて住むの？私だけじゃなくてパニミだっているのに、私たちよりもお母さんを優先するってこと？ああ、お前が理解してくれないなら仕方ない。それ本気？後悔しない？するわけない。ああそうですか、じゃあ別居するしかないよね。望むところだ。身勝手極まりないタイガとの話し合いなんてこれ以上したって拉致が開かない。それに全く話し合いにならないことにもドン引き。こうして私たちは別居することにしたの。もっとちゃんと夫婦で話し合いができたのなら、私だって同居に頭から反対しなかったかもしれません。
でも勝手に同居や転勤の話を決めてくるのはおかしいでしょ。だって私たちは夫婦なんだから。これを機に私はタイガへの愛情がスーッと消えていくのを感じたんです。結婚して子供もいるのにこんな勝手なことして私とパニミを振り回すなんてありえない。それから始まったパニミとの生活、別に二人の生活で何ら困ることはありませんでした。会社は私の状況を受け入れてくれて、なるべく残業がないように取り計らってくれたし、どうしても残業になる時には実家の両親がパニミの面倒を見てくれたしね。こう考えたら別にタイガがいなくても問題ないんじゃないなんて思うようになっていたの。タイガは月に1回家に来る程度、マナ娘がいるってのに父親の自覚すらないみたい。義実家は車で1時間程度の場所だから来ようと思えば来れる距離なのに来ないってことはそういうことでしょう。これがタイガへの気持ちが冷めるのにどんどん拍車がかかっていった理由の一つね。そしてもうこのまま永遠に別居でいいかもなんて思っていた矢先、またもや自己中男は身勝手なことを言い出したの。それは私たちが別居して1年が経った頃のことでした。仕事中に私のスマホが鳴ったんです。見るとディスプレイにはタイガの名前。なんか嫌な予感がしたんですよね。もしもし。あ、パニコ、俺さ、そっちに戻ろうと思うんだ。え、何よまた急に。いや、そっちで暮らした方がいろいろ都合いいしさ、家事もお前がいれば全部やってもらえるし、母さんがそっちの家で家事とか全部やってもらってのんびり暮らしたいって言っててさ、だから母さんも一緒にそっちで暮らすことにするわ。は？とにかく掃除しとけよな。母さんはお前と違って綺麗好きなんだからさ。今月末の土曜日に引っ越すから休み取って引っ越しの手伝いもしろよな。ああそうそう、部屋だけどさ、パニミのために使おうと思ってた部屋をとりあえず母さんの部屋にするから段取りよろしくな。じゃ。言いたいことだけ言って電話を切ったタイガ。あの野郎、ふざけるのも大概にしろ。怒りのバロメーターが振り切れたのは言うまでもありません。もう無理、あんなやついらね。のしつけて義母に返品してやるわい。もうこうなったら修復不可能ってなもんよ。私はこの生活に終止符を打つことを固く心に決めました。そして私は早速行動開始。だって急に同居したいのにはおそらくそれなりのよからぬ理由があるからに決まってますからね。いしし。さてそれから数日が経ち、タイガと義母が家にやってきました。ただいま。元気にリビングのドアを開けたタイガでしたが、え、一瞬にして顔面蒼白そりゃそうです。なんとリビングはガラーンとした状態。そして慌てたらしいタイガは私に電話してきたんです。もしもし。あ、ま、もしもしじゃないよパニコ、どういうことだ。何が。お前たちどこ行ってんだよ。家の中のものがほとんどなくなってるんだけど。慌ててそう言ってきたタイガに私はこう答えました。ああ、私とパニミ引っ越したから私の私物はすべて持ち出したの。あなたのものは残ってるから問題ないわよね。なんでなんでって、いらないからあなたのこと。あ、とにかく話をしよう。さっさと戻ってこいよ。はあ、何その上からの態度。話があるならそっちが来なさいよ。私とパニミは実家にいるから。そう、タイガが義母を連れて同居すると言ってきたあの日からすぐ私は実家に引っ越す準備をしていたんです。実家なら通勤時間もほぼ変わらない、パニミの保育園を変える必要もありませんでしたから。しばらくすると実家にタイガと義母がやってきました。おやおや、タイガくんとお母さん、お久しぶりだね。パニコは中にいるよ。お母さん失礼します。玄関でタイガたちを迎えたのは母でした。母に促されてリビングに入ってきたわ。パニコ、勝手に引っ越すってどういうことだ。俺は家に戻るって言っておいただろ。
そうよパニコスさん、私はあんたとパニミと一緒に暮らせると思って楽しみにしてたのに、なんて主張するんだい。シュートメイビリってことかい。勝手に出ていくなんておかしいだろ。せめて俺に相談し、あんただって私にはいつも自己報告だったじゃないの。なんて生意気な。パニコスさん、そんなこと言っていいの？相談もなしにこんなことをするなんて、タイガから離婚を言い渡されたって文句は言えないよ。あら奇遇ですね。私も離婚するつもりなんです。え？私の今回の行動は全て離婚前提ですからね。大切なことを夫婦で話し合うこともせず、相談もなしに何でも勝手に決めるような人間と今後結婚生活を維持していくことは不可能ですから。パニコ、離婚なんかしたらパニミがかわいそうだと思わないのか？そうだよ、まだパニミは小さいんだからさ。ほら、仲直りして一緒に暮らせば問題ないだろ。私の本気度に気づいたのか、二人とも慌てちゃってました。すでに修復不可能ですよ。パニコ。すると黙っていた母が声を出しました。お母さん、あんたね、自分が一番の元凶だってことは分かってるのかい？私？ああそうだよ、ご主人に先立たれて寂しい気持ちは分かる。でもね、子供が成人して結婚したなら子供にはそっちの生活を優先させるべきだろ。親の役目はとっくのとうに終わってんだ。そしたら黙ってるべきだろ。あんたが未だに自分の立場をわきまえずうろちょろするからこうなったんだ。それにタイガ君、あんたもあんただ。いつまでもママっ子のボクちゃんやってんじゃないよ、この甘ったれが。親の心配をするのといつまでも親に甘ったれるのでは話が違うんだ。あんたはもうパリミの父親なんだよ。とにかくだ、パニコが離婚したいって言ってる限り、私は全力でパニコの味方をするからね。すると母に怯えながらタイガはこんなことを言い出したの。待て、たとえ俺たちが離婚したとしてもパニミの親権を譲るわけにはいかない。パニミはパパとバーバと暮らしたいよな。そう言ってタイガはパニミに問いかけたんだけどね。え、私はママと暮らすよ。パパはまだ子供だし、バーバが必要でしょ。子供が子供を育てるわけにはいかないわよね。だからママがいれば私は十分よ。何よりバックにパニカーバーバがいてくれれば今後も安泰だろうし、パパはまだバーバに育ててもらう方がいいんじゃないの。月に一度帰ってくるってだけでも私は結構しんどくて迷惑だなって思ってたから、ママはきっともっと迷惑だったろうし、パパはバーバの子供として再出発したら。パパの最後の役目として私の養育費はちゃんと払ってね。わかった。これまでずっと私たちをないがしろにしてきた結果がこれよ。でもでもじゃないわ。私は何をどう言われてもあなたとこれ以上暮らすつもりはありません。お母さんと同居してから自分の給料は全てそっちで使ってて、私に渡すこともしなかったしね。そしてその給料は全てギャンブルにつぎ込んでるらしいじゃない。なんで急にこっちに戻ってくるとか、あれこれ怪しいから調べたのよ。二人揃ってギャンブルの沼にどっぷり使ってるんでしょ。借金まで作ってるわよね。だから生活に困って戻ってくるってことよね。どうやらこれからのことが決まったようだね。ま、自分らの蒔いた種だ。これから二人で好きな場所で親子仲良く暮らすがいいさ。タイガはがっかりしながら義母と帰っていったわ。義母は義父がいた頃から密かにギャンブルにはまっていたらしいの。タイガは義母と同居してから一緒にはまったらしくてね。義父の遺産や貯金、タイガの給料に、さらには借金までギャンブルに使っちゃって生活もままならなくなったってこと。私の給料を当てにしての同居だったんだろうけど、そんな手には引っかからないわ。結局生活のために義母もパートを始めたけど、二人揃って寝る間を惜しんで働いてもカツカツの生活を送ってるんだとか。慰謝料と養育費はとにかく借金させて一括で支払わせたし、あとは二人がどんな生活をするのかなんて
知りません。親子揃って救いようのないポンコツだったわね。一方の私はといえば、ママ今度の土曜日お休みなの？ママお仕事なのよ。どうして？パニおじいちとパニカーバーバが動物園に連れてってくれるんだって。ママもお休みだったら一緒に行きたかったのに残念。ほんと？ママも行きたかったわ。じゃあママが好きなパンダのぬいぐるみ買ってきてあげるね。え楽しみにしてるわね。私は両親の助けを借りながらパニミと楽しく過ごしています。パニミもアクティブな両親のおかげで保育園がお休みの日にはあちこち連れてってもらえて楽しそう。自己中なパパなんかいない方が子供はのびのび育っていくかもしれませんね。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。